始まった。この瞬間を1週間待ってたぜ。ねるねるねるねでできた本物のパッケージだ。よくクラシエから許可もらえたよな。これ美味しいけど結構値段するんだよね。この水を運ぶシーンいろいろとやばいな。首元のほくろがエッチすぎるな。この胸の大きさ本当に中学生か。明らかに中学生の体型じゃないのに、中学生の時期特有の名札があることで中学生なんだなと感じられてエッチだ。拭いてあげる市川好き。市川って優しいよね。こういう影で優しくできる人は将来モテるから、今のうちだぞ山田。水の勢いが強すぎる。こういうシーン見ると山田は不器用なんだなって思う。懐かしい CM のやつだ。絶妙に外した音程なの面白い。ここまでねるねるねるねの名前出してるのに音楽はそのまま使えないのか。わざわざ隣で水を飲むのか。ここでお前のためだよって言えないのは市川の弱さだけどいいところだよね。また食べ残しを渡したのかよ。すげえ欲しい。僕らとってはご馳走でありご褒美です。市川はそれの価値がわかるんだな。一体何に使ったんでしょうね。距離感が測れない。アハレンさん、山田さんは測れない。クラスメイトのこんな姿見たら興奮するわ。山田はエロリストだ。男子の乳を揉むな。デブの胸は揉むもの。デブの胸って汗で湿ってるから揉んでもなんか違うんだよね。彼氏さん本当に大変そう。ちっこい娘がおっきいのをおんぶするかわいい。将来は市川がこの役をやるのかな。センスをチョイスするのも絶妙な宙に心を感じるな。ちょっと大人っぽく見られたい中学生の心理を表現するのがうまい。プールないのに水着。普通の水着よりもエッチに見える不思議。なぜ隠れるの。今の市川めちゃくちゃドキドキしてそう。譲れないお菓子への執念。お菓子を我慢するという選択肢はなかった。山田も優しい子だよね。不器用でやり方がめちゃくちゃだけど、褒められてドヤ顔で出てくるのかわいい。さすが彼氏さんは扱いがうまいな。そして男子トイレへと。誰だってそうする。俺だってそうする。一体トイレで何をしたんですかね。僕の股間のヤバいやつ。もう文化祭かよ。早いな。アニメ庭でもう文化祭やるアニメってこれがウブなのでは。市川の字が綺麗ごと知ってるの。山田も市川のことよく見てるんだな。もう二人ともナチュラルに話しかけてるな。原産エッジだな。なんだかんだでこの体型が一番エロい。市川それは見すぎでは。女子って胸見られてるかどうかわかるらしいからあんまり見ない方がいいぞ。山田が殺されてる。原産先週のこと気にしてた説。お菓子食べても大丈夫ってあふられたからね。真っ先に疑われる市川かわいそう。まあ作業してたの市川だし。悪者になれる京太郎。他人のために自分から悪者になれるのはかっこいいと思う。言い訳が怖すぎる。言い訳が12秒。一瞬で誤解が解けたな。かわいい市川の顔に傷がつかなくてよかった。あの山田も申し訳なさそうにしてる。山田が謝ることではないだろう。嬉しそうだな。山田にかっこいいところ見せられてよかったな。全部市川かに。市川の家族が見たらびっくりするだろう。耳に噛みかけるのエロい。こんなことしたらまた市川がトイレに行く羽目になるだろう。この先輩またナンパしてる。山田がめちゃくちゃ嫌な顔してて笑う。
あの自転車を引き上げたのすごいな。ナンパするだけで普通にいいやつではあるよね。イッチのその感覚めちゃわかる。好きな人にナンパするような男は悪であってほしい、死んでほしい。やっぱりこの作品は中学生の男子の心理をうまく表現してるよね。作者は女性なのになんでこんなにモリアルなのか。作者は人生2周目なんじゃない。このシーンなんか好きだな。山田は家を聞き出すことのがうまいな。ストーカーの才能があるね。まさかのツーショット、これは嬉しい一枚。将来の家族アルバムに入ってそうなくらいいい写真。俺もそんな中学生生活を、人生を送りたかった。サブタイの出し方で鳥肌立った。この作品毎回終わり方が素晴らしい。毎回めちゃくちゃ続きが気になるところで終わるから来週まで待てない。エンディングの山田さんめっちゃ可愛い、好き。肉まん頬張り可愛すぎる。モデルしてる時の山田が綺麗すぎて本当に山田なのかってなる。前回に比べて山田と市川の関係性が結構変わってきたね。自転車投げたあたりは面白いクラスメイトぐらいの認識だったけど、文化祭の準備から仲良くしたい優しいクラスメイトくらいにはなったと思う。このじわじわ距離を詰めていく感じがたまらない。最近こういう男の子目線で気になる女の子を目で追う系のアニメが多い気がする。確かに昔はハーレム作品が多かったけど、今は1対1の恋愛漫画が多いよね。ヒロインより市川の方が可愛く思える。その事実に気づいてしまったか。この主人公を見るとかぐや様の石神くんを思い出す。陰で優しくしたり、報われなくても人のために泥をかぶれる人間性が似ているよね。やっぱ主人公に魅力あるってだけで作品にとってはすごいアドバンテージだよな。本人は中二病で擬態してるつもりだけど、市川くんかなり面倒見が良いよね。男子のどういったところが可愛いと思うんだろう、かっこいいと思うんだろうってのを考えながら市川を描いてるって作者が言ってるからね。ちょっと見てて恥ずかしくなる感じのアニメだよね。共感性周知は割とあるね。個人的にねるねるねるねの音楽が若干違ったのがショック。事前にねるねるねるねの公式ツイッターでも告知してたからめちゃくちゃ期待したのに残念。いにしえのネットミームを地上波で聞けると思ったのにな。原作はそうでもなかったけど、原さんがエロい。映像化されたおかげで全身のムチムチ感がリアルでエロいよね。結局ジャガイモと付き合うのかな。1話で続きが気になって漫画全巻衝動買いしてしまった。想像よりも面白くて驚いてる。同じく自分はみんながこっから面白くなるって聞いて原作全巻買った。面白すぎて漫画まで買うのは立派なファンだね。まだアニメ評価が低いけど漫画の売り上げはすごいことになりそう。今期は他のアニメがあまりにも名作揃いだから相対的に評価が下がるのはしょうがない。この感じだと5話と6話にめちゃくちゃ大事な回やりそうだな。ペース的にはそうなりそうだな。これ絶対5話と6話やった後に国内外問わず人気なるやつだな。独占配信なのがちょっと怖いけど Amazon プライムだし大丈夫かな。ディズニープラスならガチで終わってた。早くも6話をやってほしい。まだ見てない友達に、だから言ったじゃんって早く言いたい。進撃の巨人でいうところの巨人が人間だったレベルで話の流れ変わるからな。あ、早く映像化されたあのシーンを見たい。ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録お願いします。